トリキントラブルのトリです。コロナにかかってしまったのでフィンランドで隔離中でございます。めちゃくちゃ暇です。何しよっかなと思ったら、お父さんがブルーベリーを探しに行って、これ1リットルなんですよ。やばくない？ブルーベリーパイを作りたいと思います。家族と別の私用のパイを作りたいと思います。レッツベーキング。さてカメラもオンするの忘れちゃったんだけど、こちらはオートミールとバターと砂糖を混ざってます。こんな感じになってます。ちょっとだけもレモンを追加して、そしてシロップを適当に入れて味見したら美味しい。こんな感じのハート形のフォームにブルーベリーを下に入れて、そしてこのオートミールのクランブルを上に乗っけて、甘いのが欲しい人はブルーベリーの上にも砂糖を入れたらめちゃくちゃ美味しくなります。オーブンに入れたいと思います。めっちゃいい感じになってました。トリ用のブルーベリーパイでございます。にゃんにゃんにゃん。やっぱ家族だね。鳥もよくそれ見る。このオートミールのクランブルがちょっとクランチになってるから完成です。あとブルーベリーをチェックしたらなんかちょっと若干ジャムっぽくなってるので、これは完成の証拠です。さあ味見してみましょう。プレートに乗っけたら、あらなんかちょっと、でも上にバニラクリームを乗っけたらめちゃくちゃシェフっぽくなってない？認めませんもんじゃないからね。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。これは幸せです。